はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、なんか、古時計って持ってますかね？はい。ちょっと自分の家にはあるんですけど、現在、生死をさまよっているところなんですよ。はい。で、今回は、ちょっと時計を、はい、モチーフとしたこのコースをやっていきたいと思います。チクタクロックです。はい。じゃあ、やっていき、はい。もうこれなんか、お約束になってますね、これは。はい。ちょっとなんか、コース説明お疲れ様でした、ボカーンみたいになりましたけど。はい。じゃあ、このキノコ、はい、またどんどん使っていきましょう。で、ちょっと前回と同じ部屋で、はい、やっております、これは。じゃあ、ちょっとここで髪の毛染めている、はい、不良の村人抜いていきました。じゃあ、また出ましたね、これは。ちょっとどんだけ花ちゃん食欲あるんでしょうかという感じですけど。はい。ちょっとまあ、前回のパートと続け取りなんで、これは。はい。やっぱりお腹空いてるみたいですね、これは。はい。じゃあ、はい、ちょっとこんなになんか時計荒らしまくったらもう、時間ずれまくりそうですけど、これは。はい。ちょっとなんか、この時計買った人も、クレーム出さないといけないぐらいに狂いまくってますけど、これは。はい。じゃあ行きま、ちょっとなんか、除夜の鐘みたいに なんか当たりましたね、今。はい。ちょっとなんか除夜の鐘と勘違いしているマリオさんがいますけど、これ。じゃあ、危ないです、危ないです、危なかったですね。ちょっとまたスプラトゥーンの宣伝しに来たんで、はい、ちょっと追い返しました。はい、ちょっと、申し訳ないです、これは。はい。ちょっとなんか、どんだけ食欲あるんでしょうか、今回は。なんかバナナに呪われてますね、これ。はい、ちょっと今回かなりバナナに呪われてますけど、はい。滑舌も呪われてますね、これは。じゃあ、またなんかヤマンバみたいな方がいますね。はい。ちょっと俺の後ろでなんか、闇取引やってる方いますけど、これ。はい。ちょっとあのヤマンバが右のマリオみたいな方と、なんか闇取引やってましたね、今。はい。じゃあ、やっていきましょう。ワリオスノーマウンテンが、はい、当たりました。ちょっともうここのキノピオたち、ちょっと今のこの瞬間しか見れないんですよね。はい、ちょっと、マリオの姿をこの瞬間しか見れないという。はい。ちょっとスタート地点にいといたら絶対不利ですよね、これ。はい。ちょっとレースを見ないといけないのに、まさかのスタート時しか生で見ることができないという。はい、ちょっと、なんかこれレース見に来た意味って感じですけど。はい、やっていきましょう。ちょっと危ないです。ちょっと、なんか、すべてが海に覆われてそうなあの方にやられましたね。はい。じゃあ、やっていきましょう。ここ左行った方がいいんですけど、はい。ちょっといろいろ流氷が、はい、浮かんでるんで、ちょっとこっちから行きました。はい、絶対当たるんであれ。ちょっと、なんか、タイタニックみたいに沈んでしまったら困るんで、このマシン。はい。ちょっと、あんな、沈んだら終わりでしたみたいなんで、すまないんで、これは。はい。じゃあ、ちょっとなんか、ついにはマリオさん、人からじゃなくて、自然からも嫌われてしまったみたいですね、これは。はい。ちょっと、どんだけ恋愛できないんでしょうかっていう感じですけど。じゃあ、はい、ちょっと観客に飛び込んでいきましょう。ちょっと、今完全観客に飛び込んでいきましたね。はい。ちょっとホームランのバットなら、じゃあホームランのボールなら、ちょっとかなり嬉しいんですけど、はい、まさかのマリオが飛んでくるという。じゃあ、はい。ちょっとまたアトム戦法で、はい、ちょっとサンダー回避したんで、なんとか2位まで上がってこれましたね。はーい。ちょっとアトム戦法かなり、はい。なんか、順位巻き返せますね、これ。
ちょっとなんかマスコミ大好きな兵法がいますけど、はい、ちょっと今後ろになんかマスコミが大好きな兵法がいましたね。はい、じゃあ、はい、ちょっとアトム戦法のことがわかんない方は、はい、ぜひ前回のパート見てください。あのスターで光り輝いていることをちょっとアトム戦法って呼んでんですよ自分。はい、ちょっともう何も寄せ付けない体になるんで。じゃあ、はい、やっていきましょう。ちょっとなんか右から、なんかイタリアの方が入ってきましたね、これは。はい。じゃあ、やっていきましょう。ちょっとなんか、左で、はい、なんかヨッシーの卵を売ってる店がありますけど、なんかその横に、ヨッシースタートライン立ってますよね、これ。はい。これ、気まずいですね、ヨッシー。はい。ちょっといろいろ、はい、大変ですけど、ちょっとやっていきましょう。ちょっと自分の卵が料理されている横でレースするという、はい。ちょっとヨッシーにとったらもう、目つぶりたいほどのレースですけど、これは。はい、ちょっとぜひ頑張っていただきたいですね。じゃあ、ちょっとやっていきましょう。はい。ちょっと赤コーラが出たんで、はい、どんどん当てていきましょう。カルピースって方がいるんで、はい、ちょっとやっつけていきましょう、これは。ちょっと CM に出させていただきましょう。はい、ちょっと出ませんでしたね。ちょっと、まあ、夏場って言ったらカルピスが、はい、かなり、なんか人気になりそうですけど、自分はどっちかっつうと、シソジュースとか飲むんですよね。はい。皆さんはどっちがいいでしょうか。で、ちょっと前に、はい、料理されないように頑張って乾燥しようとしてますね、これ。はい。さて、またスプラトゥーン来ましたね。ちょっと今回は、はい、かなりしつこいセールスだったみたいです、これは。じゃあ、アイテム交換できませんでしたね。はい。ちょっとまあ、ちょっと待ってくださいね。今なんかトゲゾウに胴上げされましたね。はい。ちょっと完全にマリオさんおめでとうみたいな感じで、胴上げされてしまいましたけど。やりました。はい。ちょっと青ヨッシーがなんか、はい、店の前で、ちょっと料理されてましたね、さっき。はい。ちょっとカルピス作りそうになってましたけど。はい。じゃあ、あの方カルピスになったんで、ちょっと帰っていきましたね。はい。じゃあ最後は、はい、ちょっと動物の森選びました。ちょっとここで、はい、今回またバッチリと1位決めましょう。さて、来ましたね。ちょっと今季節的に夏なんで、はい、夏当たっていただきたいですけど、ちょっとイギリスが、ちょっとイギリス一人だけいますね、これ。はい。ちょっとなんか日米じゃないですね。日英ですね、これは。はい。ちょっと戦争起こりそうですけど、はい、やっていきましょう。ちょっとなんか右で、思いっきりなんかイヤホンかけてリズム乗ってる狼がいましたね。はい。ちょっとなんか大学生みたいな方がいましたけど、じゃあ、はい、いきなり、なんか、お疲れ様でしたという感じで赤コーラ当てられたんで、はい、どんどん行きましょう。ちょっとお疲れはまだ早いですよっていう感じで行きます。じゃあ、この辺りは、はい、海岸沿いでこうやって行きましょう。ちょ、前でお任せって方がいますけど、なんでしょうか、これ。あっこにお任せでしょうか、この方は。ちょっと、はい、WRA に当てていきましょう。ちょっと赤コーラ当てられても笑うチームなんですよね。はい、笑って書いてるんで。さて、ちょっとまあ、言い方変えればド M なチームなんですけど。はい、来ました。ちょっと、はい、戦争起こりましたね、これは。ちょっとここで日本とイギリスの差が出ましたけど。じゃあ、はい、どんどん行きましょうか。3周目です。はい。さて、ちょっとこの辺りで自然破壊できそうですけど、はい。もうほんとこの、
コースが終わった後、この村はなんかどん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 効かれていきそうですよね。はい、ちょっと排気ガスによってなんか自然破壊しそうですけど、じゃあはい、ちょっと引っ込み思案なリセットさんがいましたので、ちょっと助かりましたね、これは。はい、ちょっとなんか俺が通った瞬間引きこもりましたけど。はい、やりました。ちょっと今回もまた、はい、40ぐらいレート上がって終わりました。はい、というわけで今回は、はい、ここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方はこの動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。